また負けた。なんかうまく噛み合わないね。そうだね。うちの艦隊ってマナセの作戦が綺麗にはまって新たな攻撃が刺さると最強って感じなんだけど、なかなか噛み合わないんだよね。ごめん、さっきいい作戦を考えるって言ったばかりなのに。あ、マナセを責めてるわけじゃないよ。私だって結局遺跡も撃沈できなかったし。大丈夫、分かってるよ。でもうちの艦隊にはかなり優秀なアタッカーであるアラタがいる。それにルチアたちもサポートしてくれているのに、それを俺が活かせていない。勝てないのは俺の責任だ。もっと全員の動きを活かす作戦を立てて、全体を見た指示を出さないと。三船くん、ゆい、そっちも演習終わったのか？ちょっと前に終わった。だから三船くんたちの戦いを見てたんだけど、惜しかったね。接戦だった。いや、惨敗だよ。俺の士気が悪かったんだ。夕飯の癖はつかめてると思ってたんだけど、一筋縄じゃいかない相手だった。毎回負けてるわけじゃないし、そこまで落ち込むことないと思う。そうそう、ユイの言う通りだ。次は絶対勝てる。っていうか、勝とうぜ、マナセ。ありがとう。そうだな、ネガティブになってる暇なんてないか。次の演習も頑張って、次こそは勝つよ。その調子。でも次は私たちが相手なんだけどね。え、そうなのか？悪いけど本気で行かせてもらうからね。三船くんたち油断してかかったら返り討ちに遭っちゃうもん。望むところだ。マナセ、そろそろ準備して。わかった、今行く。三船くん、いい戦いをしよう。じゃ、戦場で。マナセくん、こっちは準備万端だよ。次は絶対勝ってやる。お、あいつやる気だな。俺たちも負けないように頑張るか。そうだな、今度こそ勝とう。くっそー、もうちょっとだったのに。機関の同時大破で引き分けになるなんて。でもとりあえずは10連敗の大台に乗らなくて済んだね。さすがに10連敗は避けたかったからな。マナセ、お疲れ様。いい式だったよ。ありがとう。お疲れ様。結局勝てなかったけどな。あともう一枚こっちに切れるカードがあればって感じだったね。新たみたいに攻撃的なアドミラルがもう一人入ってくれないかな。例えばユイ姉とかさ。ユイさんは艦隊を率いてるから無理でしょう。それにあっちの艦隊の方が強いし、こっちに来るメリットがないもん。俺が新たみたいになれたらな。おいおい、俺なんか目指さないで、自分なりの目標をちゃんと作れよ。と言ってもレンはちゃんと強くなってるけどな。毎日早朝に自主練してる成果が出てるよ。え？自主練？レンが？な、知ってたのかよ。っていうかバラすなよ。内緒だったのか。悪い悪い。でもさっきの動きは悪くなかったと思うぜ。私もレンに助けられたし、引き分けにできたのはレンの活躍があったからじゃない？引き分けにできたのはあの時新たが機関の側面に回り込んでくれたからだよ。それはマナセの士気が良かったからだ。俺にはあそこで回り込む判断はできないし、ユイも読めなかったと思う。エンジュ君の言う通り、まさかあんなところから砲撃が飛んでくるなんて思わなかった。お、ユイ、お疲れ様。お疲れ、ユイ。お疲れ様。あの短時間で死角に入り込んで撃ってくるなんて、さすがにあれは避けられなかった。びっくりしたよ。
新たなら必ずやってくれるって信じてたから思い切った指示を出せたんだ。マナセにそこまで言われると照れるな。今回は引き分けだったから次は決着つけようね。にしてもやっぱり三船くんと円珠くんのタッグは厄介だな。厄介って？まだ完全に噛み合ってないけど、もし三船くんの指揮と円珠くんの攻撃が常に噛み合うようになったら強いよ。マナセの指揮能力はトップクラスだからな。いや、新たがいてこそだ。でも本当にそう思われてるならもっと頑張らないと。なんだかんだ言って最近の戦績は9敗1分けなんだから。それはそうだな。俺も期待に応えられるよう力を尽くすよ。私も負けてられないな。じゃあ三船くん、円珠くん、またね。よし、じゃあ今から反省点をまとめよう。ああ、ギリギリ優位を落とせはしたけど、あそこで落とせなかったら負けた。それぞれが自分の役割をしっかりこなせるように反省会だ。じゃあ早速アドミラルラウンジに行って。マナセ、マナセ、あなたも見て見て。いてててて、モニカどうしたんだ？あ、ごめんごめん。ねえねえ、あれって大型くんじゃない？本当だ。なるほど、モニカのテンションが上がるわけだ。そうそう、大型くんなんてめったにお目にかかれないもん。そんなに珍しいのか？確かに俺も見たことはないけど、ここにあるってことは使ってる人もいるってことだろ？ううん、大型艦なんて今となってはレアもレア、超レアだよ。確かデメリットの方が大きいって言われて使う人が減ったから、今じゃ乗っている人はほとんど見かけないよね。そうそう、バトルアークの性能が上がって小型中型艦の方が攻守ともに有利になったからだよ。大型艦は造船時間もかかるし、今となってはいいことないって言われてるんだよね。サチ、どこの艦隊のバトルアークかわかる？私もわかんないな。でも気になるね、見に行ってみようか。行こう行こう。マナセくん、私も行ってくるね。結局みんな行ってしまった。俺も行ってみるか。近くに来るとより大きく感じるな。あんな大きな船、動かすのも一苦労だろうに。そう思われますか？でも、慣れればそうでもないんですよ。ああ、すみません。驚かせてしまいました。あなたはアークレオ継承船で、カイン様の参謀を務めてらっしゃった、三船マナセさんですね。そうですが、あなたは？申し遅れました。私はミハイル・スルコフ。あのバトルアークは私のパートナーです。三船さんには一度お会いしたいと思っていました。アークレオ継承戦。最終決戦での指揮は見事なものでした。そんな、俺なんてまだまだです。いえ、謙遜なさらないでください。あなたの指揮はとても優れていましたよ。そう言ってニコリと微笑みながら差し出した手を俺も握り返す。厄介な指揮をする、そう思うほどに。彼女の柔らかな視線がいきなり鋭くなる。瞳の奥には明確な敵意が宿り、ギチギチと手に力が込められた。ですから、もし継承戦でお会いした時は必ず、あなたを沈めます。手を離すと、それまで彼女がまとっていた雰囲気は消え去った。でも、さっきのが本性なのは明白。この笑顔は偽物だ。そういうわけですので、三船さん。もし戦うことがあれば、ぜひよろしくお願いしますね。それでは私はミサがありますので。ああ、
マナス。ジャンさん、お久しぶりです。ああ、久しぶり。第9回の継承戦以来だから、2年ぶりだね。ミハイル・スルコフとは知り合いだったのかい？いえ、向こうから声をかけられて。彼女は危険だ。いつも穏やかに笑っているけど、何を考えているのかわからない。あんな不気味な相手とは、できれば戦いたくないね。ジャンさんでもそう思うことがあるのか。ああ。私たち先民派は、必ず勝利しなければならない。危険な相手だと分かっているのに、策もなしに正面から戦うのは愚かなことだ。だから、次に君と戦う時のための策は、もう考えているよ。私が初めて総提督として参加した第9回継承戦、君が参謀を務めるカイン様の艦隊に乾杯した。君の策にしてやられたわけだ。私は君にリベンジし、あの負けを清算したい。あの敗北は私の経歴において唯一の汚点と言っていい。あの時勝てたのは俺の力だけじゃないです。優秀なアドミラルが揃ってましたし、俺の力はそこまで。それは謙遜だね。君の策がなければ、あの戦いは私たちにも勝機があったと思う。だけど一矢も報いることができずに全滅した。私はジャン・ランヌはミフネ・マナセに負けたと思っている。君に負けたあの時、私は無意味で無価値な存在になり下がった。そんな、無価値なんかじゃない。ジャンさんは強かったです。勝たなければ意味はない。勝利こそが全てだよ。彼女の鋭い目が俺を射抜く。恨みとは少し違う感情をはらんだ瞳、それはまるで剣のようだ。突き刺して逃してくれない。さて、そろそろ行かないと。じゃあまた、マナセ。次は戦場で会おう。ジャンさんはニコリと微笑みを残し、港の奥の方へ消えていった。もし彼女とまた戦うことになったら、その時は。マナセ、マナセ、今のジャン・ランヌさんだよね。いいなぁ、何話してたの？大したことじゃないよ。そうなの？ジャンさん、相変わらずかっこいいよね。さすがは、ハトオカルワルキューレ。なんだその呼び名、有名なやつなのか？レン、あのジャン・ランヌを知らないの？有名人なのに。強くてかっこいい。先民派のアドミラルだけど、海上での勇姿は派閥を問わず女子アドミラルの憧れ。憧れてるの、モニカとサチだけじゃねえの？そんなことないよ。私もジャンさんかっこいいと思う。私と違って攻撃的なアドミラルで憧れるよ。ルチアまで。っていうかあいつ先民派なんだろ。マナスはそんなやつと仲良くしてんのかよ。以前戦ったことがある知り合いなんだ。それに違う派閥だけど、将来全人派が勝てば一緒に移民する仲間だよ。マナセ、マナセ、大型艦すごかったよ。あんな最新式初めて見た。強いのかな、動いてるところも見たい。正直でかいだけで当てやすそうとしか思わなかったけどな。新たも大概ロマンがないよね。全アドミラルに緊急招集。お近くのモニター前に集合してください。繰り返します。全アドミラルに。緊急招集？突然だな。何かあったのかも。とにかく行かないと。